ということで、ございます。東北の大震災からもう8年経過しました。その被災に出現、そして南相馬の、あるいはその相馬、草武者の本日の厳しい、こういった日本の伝統的な文化を守りながら、しかも精神的なその支柱として、それが一つで乗り越えて、本日まで強く、非常に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